やだ。手作りです。おいしい、すごい。なんかすごいコンタクトが乾燥してる。あ、花粉症。え、花粉症でね。で、昨日箱根に弾丸で行ったんですけど、箱根の露天風呂があって、露天風呂のね、真正面にね、杉があって、 で、杉花粉持ってるんだけど、もう杉目の前にあるし、もう杉の花って言ったらいいの？なんか実みたいなのがもう全開でね、そう。もう大変でした。すぐに逃げました。目の前ってやばくない？目の前にいたのよ。あ、山の道ね。そう、山の道が一番 ちょっと 山の道の気になる方はインスタのストーリー見てもらったらいいんですけど、そう、大変でした。いや、杉分かったよ。だって花咲いてたもん。花みたいなやつ、実って言ったらいいの？そう、やっぱ杉にはね、敏感になってるんで。そう、桃源台行った。山の道大変でした。ちゃんとホテルにも着いたし大丈夫だったんですけど、いやー、箱根ね、あんま行ったことないから、そう、ああいう感じだって初めて知って、めっちゃ社会勉強になった。そう、相方もあんまり慣れてなかったから、2人ともなんかあんまり慣れてない同士で2人で頑張って行ってきました。あ、バイトお疲れ。なんで急に。なんかね、星の王子様のミュージアムが、え、あられめっちゃ可愛い。コンペイトーかな、これ。なんだろう 星の王子様ミュージアムがなくなっちゃうんですよ、3月とかで。で、行きたいなっていうことを、まあね、相手が言ってて、で、私も行きたいって言って行きました。めっちゃ美味しいもん食べたよ。なんかお刺身天国ってところ行った。すごいの、なんかね、お刺身天国っていうところあるんだけど、そこ行ったら入ってすぐね、なんて言わされたんだっけ、夢の国みたいな感じで、アトラクションみたいな感じで、なんか「ゴーゴー何々」ってね、一緒に大声で言うの すごくない？入った瞬間 席に着く前に通されて、じゃあ私たちと一緒にこれやってください、ちょっとコールがあるらしくて、お寿司の乗り物じゃなくて お刺身天国っていうお刺身食べ放題のお店なんだけど、そう、私たちが午後バイバイ、こう言ったら一緒に「ゴーゴー何々」って言ってくださいって言われて、なんかで やりました 面白かった。そう、ちゃんとコールをやって楽しんでお刺身食べてってな感じで 声出し OK でした いや、めっちゃ面白かった。マジ楽しかった。何これ。あ、一瞬だったな、今。すごい一瞬だった、びっくりした
めっちゃ面白い。こんなすぐ来るんだ。びっくりした。あ、ひな様。待って、なにこれ。え、誰投げてるの。カティだ。カティ。ちょっと。あと、え、さっき誰、星侍さん、え、な、え、何これすごい。え、しかもタワーじゃなくても案内になるんだ。めっちゃ可愛い。星侍さんとカティだね。え、可愛い。なんか今までタワーじゃないとさ、ならなかったじゃん、こういうの。タワーじゃなくてもなるんだね。めっちゃ可愛い。イエス。え、タワーと思ったよね。で、タワーじゃなくてもこういうのあるの、すごいかわいい。いや、ひな祭りめっちゃかわいいね。かわいい、ひなあられ。うん、私だ。うん、ちなみに今日は19時ぐらいにね、 YouTube アップしたんだけど、皆さん見てくださいましたか？ございましたかね。見た？え、めっちゃ中毒性ある曲だよね。ドディドン。そう、タイでやった曲を踊ったんですけど、そう、 BNK さんの曲で。すごいさ、ハマるよね、あの曲。結構元気出る感じだから。二人とも大好きで、あの曲。やろうってなりました。しかもナルタオで上下セットでやりました。上下おそろ、上もちゃんとおそろで、上も下もあのおそろでやりました。タイパンツも T シャツもおそろでやりました。そう、あの、いただき物です。ありがとうございます。そう、いただき物でやりました。なんかタイには日本語が、日本語が書いてある T シャツがね、人気みたいで、海外メンバーもね、なんか花びらってひらがなで書いてある T シャツ着てたりとか。そう、うん、あ、でちなみに裏話話しますね、ここで。あのオープニングで私となるそれぞれ違うやつやってたじゃないですか。あれ、あの、よ、3回ぐらい、あ、1回、私1回出したのかな、私が1回 NG 出してて、でなるが2、3回出してる、2回かな、2回出してるんだけど、あの始まりのポーズあるじゃないですか。あれ、もともと逆だったんです。私あれ3回やったんだよ。私がなるのポーズを3、4回やってて、で、なんか最初私が、まあ、NG 出して、あれ結構きつい、本当にきつくて、あのポーズ、なるがやってたポーズね、きつくて、でも編み出してちゃって、あのポーズを編み出したから、あのポーズやってたんだけど、1回目はなんかあのポーズができ最後までその続けれたこと、ずっとあれ止まっとかなきゃいけないから、あれでやってて、でできたことが嬉しくて、私が NG 出しちゃって、でその次に、まあもうだんだん慣れてきてね、もう2回ぐらいやってたんですけど、2回ぐらいね、なるが NG 出してしまって、そうで、ちょっと待って、しんどいって話になって、でなるが、え、じゃあ私やってみるみたいな、ポーズ逆にしてやってみようって話になって、でやったのがあちらです。マジきついな、あれ本当にきついから、なんかブワーって汗出てくる、全身。そう、あれ本当にやばいです。ちょっと真似してみてください。真似してみてください、ぜひ。
や本当あれきつい。そうで結果なるがねやってくれて、いや本当あれ体幹鍛えられると思います。かなり鍛えられると思う。すごいエフェクトがあったこれかけとこう。今日すっぴんなのですいません。今日はレッスンしかやってない朝起きて箱根ね早朝に出て、そう東京来てみたいな感じだったから、今日ずっとすっぴんだったので、すっぴんに見えないって優しい。今日ひな祭り的なことは、あのご飯がひな祭りだった。めっちゃ押し寿司、桜型のね押し寿司をおばあちゃんが作ってくれて、まあ、お母さんって言ってるんだけど私は、そうお母さんが作ってくれて押し寿司とか、なんかすごいなんかでんぷんって言ったらいいな、ピンクのさかかってる粉あるじゃん、ああいうなんかでんぷんも手作りで作ったらしくてすごいよね。そう桜でんぷん、桜でんぷんも手作りで作ったらしくて、そうたらからね、私桜でんぷんがたらって初めて知ったんだよね。そこでそう桜でんぷんをたらから作ったりとかして、まあ作った押し寿司、あと桜餅、こちらの桜餅も、宝餅を手作りだし、ハマグリハマグリの味噌汁でしょ、お吸い物、お吸い物でしたハマグリのお吸い物、あとはあ、筑前煮は普通でしょ、ウイロ作ってないじゃん、作ってないあれってウイロなんか可愛いよね、うん、これ、え、大丈夫これ、うん、湯煎してなんかね、え、これ全然これわかんない、あ、で、これ見してもわかんないよね、え、こっちか、え、これ、え、これ、あ、なかったない。でもいろいろその山口のそうもの、うん、限定だって、あ山口家の色よね、うん、山口の色の限定らしくて、そういろいろとあのお雛様を楽しめてる。お雛様ね、山口だったらあの大きいさ一回作ったよね、祭壇みたいなやつね、一回出したんですよ。そ うち本当女の子ばっかだからそううちね女の子ばっかだから、いとこちゃんもねみんな女の子だし、そう最大1回出したことあるなって。そう実家ではひな人形、今年か飾った、ひな人形飾ってない、飾ってないらしい。ねえ、祭壇ねやってたよ。懐かしい。いや一回きりじゃなくて、多分ママたちの時からあるやつだよね。そうそう、ママたちの時からある。おお来た。来た。え、これタワーじゃないのよ。タワーと思うじゃん。タワーじゃなかったんです。でもさ、すごいよねっていう、かわいいよねっていう。うん。なんか瞬発力良くなった気がする。待って、みんなの中ではあれな、タイミングずれてるね、私。
めっちゃ早いよ私の中で、私の画面上ではめっちゃ早くやってるよ本当に。来たらすぐ準備してるから。悲しい、なんかずれてるの。私の画面ではぴったりなんです、悲しい。ほんとぴったり、なんか 0.5 秒ぐらいでちゃんとポーズしてるんだけどな、悲しい。なんで、待ってみんなの画面では消えてからポーズしてるってシュールすぎ。待って、ほんと 0.5 秒ぐらいのスピードでやってんだけどな。ママ多分同じ場所にいるからでしょ。そういう問題、うん、わかんないわかんない。あ、でも人によるんだ。待って、10秒ずれてるわ、悲しい。早い人はちょっとネット環境ちょっと頑張ってもらって。あ、これはタワーかもうなんかタワーのフェイクがすごいさっきのやつがタワーみたいだから。カティタワーありがとうございます。ね、ちょっと環境に頑張ってもらうしかない。それはずっとポーズしてるのはねちょっとしんどいうん、確かに出た時教えて。でもコメントとさ投げるギフトの速さ同じそうじゃない。ね、コメントも結果時差あるから同じそう。確かに投げます、投げますからね、お願いします。じゃあみんな今日どんな感じで過ごしてました。でも普通に平日だもんね今日。ん、ちなみに明日のなんだっけなんだっけ、サーリアルの公演来る方、サーリアル公演来る方、うん、からのライブいいな、いいな、楽しみ平和な一日を過ごした方もいるのかね。あ、明日行くよって待ってるよ、待ってるよ待ってるよ。外れちゃったことの帰る。お、待ってます。私明日下手が多いかも、みんなから見て左側私ほんと多分左側、みんなから見て左側の方向にほんとご縁がある。チーム4もさ、私の推しおすすめの席下手だよって伝えたじゃないですか。そう、サーリアーズでも結構下手なんだよね大体。うん、あ、あとそうそうそう、まだ話してなかったね、お話し会の完売部数2部完売しました。やったー、ありがとうございます、嬉しい。あとそう、5部制になったってこと話したっけここで。そう、話し会もね、なんと今回から5部制になったんですよ。だからみんなと会える時間が増えたというか。そうで、オンラインがね本当に少なくて、オンラインが全部でね10部だけしかないから、そう、5部制に増えたことはすごく嬉しい。でもう完売も2つ出てて、本当にありがとうございます。そう、会える機会もね増えたので、基本が本当リアルお話し会が基本になったから、そう、ぜひお会いできること楽しみにしてます。
お話し会以外でもねきっと会える機会あると思うから、お話し会もちょっと楽しい感じになるようになんかパジャマに着たい着ようかなとかツインテールしようかなとかね、リアルの方でもちょっと今考え中なんだけどさ、なんかリアルの方ね5月、なんか6月、なんか7月は七夕だなと思って、七夕があるわ行事的にと思ったんだけど、なんか6月とさ5月ってさなんか行事ある？なんか梅雨とか梅雨とかじゃん、なんかさどうしようって思ってる困ってるなお。あ、子供の日だね、確かに5月、5月は子供の日だ、確かに。こういうやつ何それ、兜。あ、兜兜ね、確かに夏カエルの着ぐるみいいね、カエルの着ぐるみしよっかな。なんか発想を得てるのが本当行事とかから発想を得すぎてさ、そうシャチホコできるけど、シャチホコ懐かしい、カエルいいわ、確かにカエルしよっかな、なんかありがとうありがとう、タオピョンになろうかな、5月にしよっかな、5月にカエル、あ、6月か梅雨、うん、じゃあ6月にしよっかな、確かにネタ系になって、いやでも普通に可愛い服も着るから、可愛い服見たい方はあのカエルの日以外の日に来てくださいとりあえず6月1日カエルしよっかな、あ、そうだ、生誕ティーナイスナイス、5月生誕ティー着ようじゃ、いいね、5月のいつにしよっかな、もう決まってくね、そうしよう、じゃあ生誕ティー着ようと、5月6とかに生誕ティー着ようかな、ちょっと忘れそうだからさメモってんだよね一応カエルは6月18にしとこうかな、ウケるウケる、ウケすぎる、よし決まった、普通の日はそのえ、待ってやばい、お話し会会場カエル大量発生ってみんなカエル着てきてくれんの、やばすぎ、待ってカエルやるならカエルやってくれんの、やばみんなでカエルになる、いや大丈夫、それ下をファンやばいぞってなんない、なりそうじゃないめっちゃおもろい、あ、確かに確かに確かに、オンラインお話し会の時はずっと来てたよね一応、確かにそうだわ、リアルお話し会久しぶりすぎてさ、なんかもう昔のことやばい、記憶がどんな感じだったっけ、髪型変えたりとか、あ、やってたよね、懐かしい、ね、なんかどんな感じだったっけってね、5月初日初日って言っちゃってるけど、公演みたいに初日って言っちゃってるけど、5
5月6やってみてなんか分かりそう。え、5月7に生誕って言っかな。生誕って言は5月17かな。やばい、月光がポケモン。じゃあ6月18はか、1日カエルでいよっかな。ケロケロ。じゃよろしくお願いします。カエルでいるんで。家からカエルはしんどいから。あ、でもどういうカエルか。あ来た今。やっぱずれてるぜ。ちょっとみんな遅いよ、言ってよ早く多分ねコメントもずれてるんだよ。何でもしてないのに。本当だ。いや本当に私あれだよ、遅い遅い、本当遅い。私はもう本当に 0.01 秒ぐらいのスピードでやってんのよ、ポーズちゃんと。あ、投げるよ。ほんと、待っとこう。今どう？遅いかね。どう？え、今回は待ち構えてみたんだけど間に合わなかったらしい。え？でも本当に人によりますねこれは、うん、しょうがない、電波の問題だもん。通信速度ね、通信速度の問題。お、やった、ナイス、もう満足じゃ、わらわは満足じゃ。ありがとうございました。そろそろ終わろっかな。うん、あられありがとうございます。ね、そろそろ終わろっかな。またなんかまたショールームするね。今日はママがいるからカラオケなし。え、聞かない聞かない聞こえる聞こえる。え、聞かない、あの違うことする。聞こえる聞こえる聞こえるから。そう、聞かないって言っても多分聞こえちゃうから、年金合併します。え、ママあれ見るから。え、今もう本当に 0.01 秒差で私やってるからね。やばママさん、必ずミーを幸せにしますので結婚させてください。誰そんなこと言ってるの。嫁にやらんって言わんと。嫁にはやらぬ。はい、ということでラッキーアップします。歌ったらいいじゃん。ママ違うことする。はいはい、じゃあランキングアップします。ほらママが悪者になるじゃん。早く山口帰れって。いや、ママがいるから今日はやんないんで。この強い味方があるから
山口帰れ。誰が言ってんのそんなこと。誰も言ってないよ。もうじゃあランキング発表します。いいよいいよいいよ。何歌うの、何歌うの。ほらみんな歌ってほしいと思って。ママさんとデュエットってよ。また一緒に歌う。二人の声マジ似てるんです。二人の歌声すごい似てて。ほんとね。そう、え、なんか一回ね撮ったのあるかな。もう消してるじゃない。うん、消してないよ。あ、消したかな。いつだっけあれ撮ったの。めっちゃ似てて、あ、これじゃない。ほらこれやん。うんうん、じゃあはい、いきます。え、めっちゃ似てない。どっちでしょう。さあどっちでしょう。私たちはわかるけどね、めっちゃ似てるの。ね、どっちでしょう。さあどっちでしょう。どっちがどっちだろうかな。すごくない。前半か後半か。うん、前半か後半か。え、前半は、あ、後半が私ってこと。あ、でもやっぱ分かるのは分かるか。前半がママで後半がみゆちゃんって、まあそれは分かるか、うん、でも似てるよね。浮かずに答えられない。そうだよ、間違ったら何があるか分かってるでしょうね。ね、そう似てるの、声がすごい。じゃあ何歌おうかな。でもね今日ねもうね歌う気じゃなかったの。いいじゃん、ひな祭りだし。え、何歌う。え、ひな祭りっぽい曲ないかな。なんか、え、何、ええ、いいじゃん。私も充電ないよ。これちょっとやばい。ね、DNA は嘘つかない。あ、桜の木になろうね。桜餅にかけて。桜の花びらたちはないのかな。10年桜もあるよ。10年桜いいんじゃない。明るめか切なめか。ひな祭りの歌ないよ。ひな祭りのどんな歌だっけ。ねえねえ、え何。ちょっと今これおばさん。おばさんとか言うなって。ねえ、じゃ今この距離で聞こえない。いやいや、これマジやって、ね、これすごいから。これマジでね、本当に聞こえないの。すごい。すごいのよ。すごい。すごい。すごい。あの今何があったかというと、あのこのくらいの距離でここにいるの。私の目の前にいるのね。目の前にいるの。馬さんがね。でもね、何も聞こえなくて、今ねって言っても見向きもしなくて、ねって言ったらやっと見てくれたの。だからなんでその耳遠いのっていう。耳遠すぎんって聞いたら、あのエアポッツでした。いや、すごい遮断されるよ。片方だけやから分からんけど、え、すごい。
当にふわってならん？ねえねえ。え、分からん。ほら。聞こえるんけど普通に。聞こえてないね。ねえねえって言った声聞こえたよ。本当？あれ聞こえて、話しかけて。遮断されてた。話しかけて。いや声出してないじゃん。ねえねえ。はい。ねえねえ。いや聞こえるわ。嘘。聞こえる。あ、まあ、なんか若干確かに遮断されてる感は確かにある。ね。うん。すごい。すごいのこれ。マジ髪。すごい。ノイズキャンセリングっていうんだってよ。なるほどね。うん。やばい。ね、すごい。っていうことがありました今。ということで。こっちのセリフこっちのセリフなんだけどじゃあ何か歌いますね。10年桜歌おうかな。え、こんな近くで。みんなも見てください、ぜひ。みんな見てください、ぜひ。あ、OK。 10年桜ってない？あった。じゃあ行きます。え、桜の木の方がいい？ねえ、なんなんその声。じゃあ行きます。キモい。じゃあ行きます。桜何ぬねのの何に。はい、じゃあそれでは聞いてください。桜の木になろう。ほら、やっぱふざけるからだ。ふざけるからダメになっちゃった。はい、それでは聞いてください。はい、戻ってきました。じゃあそれでは聞いてください。桜の木になろう。ありがとうございました。じゃあランキング発表いきます。13位からいくね。バイジニーさん、13位おめでとうございます。そして12位がフィンド 4B さん、12位おめでとうございます。そして11位がケントさん、11位おめでとうございます。そして10位がヌコッパ、10位おめでとうございます。ビーチュカよ。そして9位がウメタ、違う、韓国語喋ろうとしちゃった。9位おめでとうございます。そして8位がユユさん、あれ、え8位がアオくん、8位おめでとうございます。そして7位がナンナンさん、7位おめでとうございます。そして6位がユユさん、6位おめでとうございます。そして5位が星侍さん、5位おめでとうございます。そして4位がリムさん、サビチュカよ、鼻がかゆい。3位がミツル、3位おめでとうございます。そして2位がザゼロさん、2位おめでとうございます。そして1位がカティさん、1位おめでとうございます。じゃあ順位から読んでいきます。ほのかちゃん、体にピースさん、フィンド、あ、じゃあピーシアさん、ジアリングさん、ジョーさん、チェンジ DC、 和田さん、ホイホイさん、マイさん、ナンナ48さん、4オンに、山口、えポゴジーシヘギャンに、おお、変わった、変わったね。12位にほのかさんが入りましたね。12位おめでとうございます。そしてヌーコッパーはさっき読んだかな、違うね、ヌーコッパーも入ったね。シビビチュカエヨー、ヌーコッパーシビビチュカエヨー。はい、じゃあね、どっから読んでいこうかね、どっから読んでいこう。タピーシャーさんまで読んでるので、17位から、いや14位からでいいか、14位から読んでいきます。フィンド 4B さん、カードニピースさん、ピーシアさん、コウキさん、ジョーさん、ジャリングさん、チェンジ DC、 和田さん、ホイホイさん、マイさん、ナンナ48さん、4オンにヒヨッパンさん、ハッピーミューシー、
山口ポゴチー氏、科学先生ヘギョンニ、シホコちゃん、大粒ちゃん、ルビーさん、PTY さん、XD さん、PNC さん、テオネオさん、ピールケウさん、YK さん、ミュウの画面カメラの写真、はい、ホアンさん、オスワルドさん、クラッシングさん、サノシー、井上義弘さん、ゴールド888さん、ジェジロさん、ポングポングさん、ファランクスさん、ミュウ48ミュウさん、グリフォンさん、松ぼっくりさん、KYS さん、もしも鳥だったらさん、トッシージャケンさん、スミオイさん、ガスコインさん、ホタルミュウシー、プレッシー、ハスキーさん、ひろゆきさん、ヒロさん、マホリン、ミキトさん、ユッタン、サトリー、ニエさん、メタルピーチさん、アメヤドリーさん、アデノシンさん、スダヒデちゃん、チヒロちゃん、アヤカニちゃん、ユキビカリさん、ウィンパディさん、ミカちゃん、フロストさん、カトビビさん、スミレちゃん、清本さん、鉄道好きコナンさん、グンちゃん、タックン、ユトシさん、ヒヨコちゃん、ヒヨコさん、アサリちゃん、みちおさん、のりたまさん、マックスさん、ヤマハさん、山口の監督さん、山口の総監督さん、あきちゃんマン、ねちゃん、たいさん、さかなさん、ぴーちゃん、みゆぱらぎし、ふっちゃん、ファイトさん、スーパーかみゆさん、かっくん、はい、100位まで読ませていただきました。ありがとうございます。じゃあスクショタイムいくね。いきます。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。ね、背とか、はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。あ、さ、ポーズしてなかった、みんな用の、あ、桜餅、多分ちょっと食べてるので隠しながら、うん、ありがとうございます。桜色ほっぺはストーブが近くにあるから、うん、はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと、うわ、来た、嘘、あ、誰連続でやってきたよ。待って、10連発誰、終わった、10連発、お疲れ様でした、お疲れ様でした、すごすぎた、まともなの取れた、よかった、これで大丈夫ですかね、科学先生かな、ありがとうございました。じゃあこれにて終わります。ありがとうございました。みんな夜ご飯しっかり食べて、明日も頑張ろうね。じゃあまたね、おやすみなさい。じゃあじゃあよ、ラテルサードカーワンガーン、グッナイカー、だねー、おやすみなさい。